東京、新宿歌舞伎町の東急歌舞伎町タワーは、乃木坂465期生、桜坂46.3期生、日向坂464生と共に、新山社員東急歌舞伎町タワーの実施とそのキービジュールが解禁され、オフィシャルサイトがオープンした。2022年2月1日、乃木坂46に5期生が加入。 同年9月21日は、日向坂46に4期生が加入。23年1月5日には桜坂46に期生が加入し、さらに同年4月14日には、東急株、町タワーが誕生した。10月、これからの時代を担、新参者たちが町の新参者である、東急株、町タワーに集結する。各グループによる来、公演を中心に、 本施設全体を通して坂道知り、図3グループを四角で、聴覚で、時には味覚で、シム体験を提供する。各施作は、以下の通り。劇、シアターミラノ、ザ、新山社ライブアットシアターミラノ、ザ11月3日から12月3日の期間、乃木坂46、5期生、坂46.3期生、日向坂46、4期生が、ライブ公演を、 各グループの最終公演のみ、オンラインラップ配信も予定している。配信に関する詳細は、日発表、ライフスタイルホテルホテルグルーブ新宿、A、パークロイヤルホテル、新山社ライブ、ケット宿泊者限定オリジナルグッズ付きプン、歌舞伎町の街を遊び尽くすための拠点、ホテルグルーブ新宿、A、パークロイヤルホテルは、本試作期間中。 宿泊当日のライブチケット。宿泊者のみ、入手可能なオリジナルコラボム、図やドリンクスイーツをセットにした特別、ケージプランを限定販売する。映画館109シネズプレミアム新宿最終公演ライブビューイ、グ画グループの最終公演のギザカ4612月3日、桜坂4612月2、日向坂461月30日を、 109シネマズプレミアム新宿でのイブビューイング応援上映を実施する。詳細、後日発表飲食テナントでのコラボレーション、フード販売、新山ャウィズ、コラボレーションフード10月27日から12月3日、日曜日の期間、1階から3階のエンテインメントレストランで、コラボレーションフード、新山ャウィズコラボレーションフードを展開する。 各店舗のコラボ、ニューを注文すると、新山社オリジナル面、揃え柄ステッカー、各グループ11種のうち1、ランダムをプレゼントする。新山社員東急歌舞伎町タワー限定より、ナルグッズ販売オリジナルグッズを EC サイトで限定販売する。本試作ならではのキービジ、あるを使用した T シャツやマグカップなど、服のアイテムを取り揃えている。また、 オリジ、ルグッズを3000円分、送料別購入ごとに、新参者おり、なるメンバー揃え柄ポストカード、33種より、ムダムをプレゼントする。